クラス進級比較、まだまだ続きます。行ってみましょう。アロハー YouTube、 G クラス YouTuber のりょじっちゃんです。はい、りょじっチャンネルではですね、G クラスに関することを日々配信しております。今 G クラスに乗られている方、いずれ G クラスを購入しようと、検討されている方、ぜひですねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日も、今日はですね、新旧 G クラスの違いについて、お話ししていこうと思います。前回動画でですね、アップしているんですけれども、今日はちょっとまだ、いろいろ違いがあるので、その続きの方をですね、ご説明していきたいと思いますので、早速見てまいりましょう。こちらはですね、シートになります。まあデザインだとかそういった部分っていうのは、まあ見ていただけると分かるようにですね、違いはありますね。で、大きく違うのはですね、これ旧型タイプの、G クラスのリアシートなんですけど、まあフロントの、ヒップポイントよりもですね、こう一段高くなっていたので、こう眺めが良かったんですけれども、新型の方ではですね、このリアシートのヒップポイントをこう落とされた、デザイン作りとなっていますので、以前のようなそういう眺めの良さっていうのは、なくなっているという感じですね。でもまあその分ですね、広くなった部分がありますので、まあ、機能性を重視したっていうところかなと思います。まあだいぶ新型の方ではこうスポーティーさが、雰囲気が出ておりますので、このレッドステッチだったりですね、シートベルトも赤色になって、スポーティーさがだいぶ出ておりますね。はい、で次ですね、ドリンクフォルダーですね。これ、これはかなり、実用性が上がりましたね。旧型タイプはですね、まあ、この助手席の、膝元ですねに、バスケットゴールのような、タイプのドリンクホルダーが1個ですねあって、まあ、後席に、置くタイプのものがあったので、まあ運転席、運転されている方がですね、まあ、手の届く範囲でドリンクホルダーがなかったのが、ちょっと私も乗っていて、まあ不便だなぁと思っていた部分なんですけれども、新型の方ではですね、ちょうどこのセンターコンソールの、最前部に、設置されてくれたので、まあだいぶ、飲み物を飲みながら優雅にこうドライブができる作りとなっていますね。であとですね、これ後席の、ポケットの部分なんですけど、後席これ実はですね、1リッターのペットボトルがこう収まるドアポケットになっているという、まあ1リッターのペットボトルを持ってですね、なかなか車に乗らないかもしれませんけど、一応1リッターが入るっていうのを覚えておいてもらうといいと思います。はい、で、次はですね、こっちが、トランクルームですね。で、これを見てもらうと、ラゲッジルームの、要はですね、シートアレンジした時にですね、これ後席の、折りたたみ方が、旧型と新型では変わっております。はい、でまあ新型の方がですね、まあこれは今風の、ダブルフォールド式にこう変わっているという感じですね。はい、シートのリアシートの畳み方がこう変わっております。はい、ただこれはですね、だいぶ前の席を、前に出さないと、いけないので、まあ、
少しあれかな、なんていうんだろう、構造的な問題もありますので、一応覚えておいてもらうといいと思います。はい。で、次にこれは、ウィンドガラスですね。はい。まあ、これはですね、何が違うかというとですね、あのガラス自体にフィルムを挟んだ、透音ガラスになっています。なので、まあ、新型の方ではですね、まあ、高級 SUV にふさわしい成熟性を、追求された、そんな贅沢な仕様となっています。はい。ただまあ、G クラスっぽさっていうのはこう残るような、そういう、ことも考慮されておりますので、ご安心いただければと思います。まあ単純に、乗りやすくなった、快適に乗れるような、そういうものになっております。はい。で、次に見ていただくのはこれがバックカメラですね。リアビューカメラとなっております。従来型のタイプはですね、こちらの、写真で見てもらって分かるように、リアゲートの上にですね、まあ、常にこう出ているタイプですねになっているんですけど、新型の方ではですね、必要な時だけ電動でこう出てくる構造になっておりますので、だいぶあのすっきりとしたデザインとなっております。はい。で、次に見てもらうのが鍵ですね。はい。大きな違いとしては、旧型のタイプはですね、まあ、キーシリンダーにこう鍵を差し込んでエンジンを回すっていうタイプだったんですけど、新型の方では、スマートキータイプですね、鍵を持ってればエンジンがかけれるという、そういう、まあ今となっては主流の鍵になるんですけど、 G クラスにも、このタイミングでスマートキーに変わっております。はい。以上ですね、あの新旧比較ということで写真を見ながら、説明させていただいたんですけれども、まあ本当あの新型にも良さがありますし、旧型は旧型の良さっていうのがあってですね、まあ私自身としては、新型、まあ、どちらも同じ G クラスゲレンデなんですけれども、新型と旧型ではまた違った G クラスっていう感じで、まああのどっちにも良さがあるので、あの一度はですね、どっちもあの所有して乗ってみたいなというふうに思うんですけれども、はいですね、まあ、あのそれぞれ良さがありますので、ぜひですね、今 G クラスをですね、まあ、乗られている方も、まあ買い替えの時だとか、まあ、今後今 G クラスを買おうと検討されている方ですね、どっちにしようか悩んでいる方はですね、まあ、あのどっちに乗っても大変満足してもらえるっていうか、満足度は高い車だと思いますので、ぜひですね、ご参考にしていただければと思います。はい。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。それではマハロー。